Boom boom, hello YouTube。今日はちょっとコンクリートとかすのをちょっと経験して、草を切った鎌で。なぜかというと目標がこれは大きな綺麗な庭になって、なんか土いっぱいあって子供たちが掘ったり遊んだり泥だらけになったりすることができるようになる。だからコンクリートと重ねないといけないと、あとはもちろん土が必要だから、堆肥コンポストから、自分の、土を作れるかなと思って、だから今日は草刈りをして、あっちには角の方に、今はただ死んでる植物の塊だけどコンポストになって将来は土になるのが目標で、それは時間かかるから、今日は始めればいいと思った。あとはコンクリート重たいから今日は休憩。はい、どうも今日も見てくださってありがとうございました。